今月号は、近代史文の作品作りについて、ちょっと心もとない作品ではありますが、解説させていただいてます。で、今月号の、近視課題もこちらでちょっと解説作り方みたいな感じで書いてあるので、そちらもぜひ参考にして書いてみてください。漢字の行草と一緒なんですけれども、墨のついたところとかすれた部分がなるべくかぶらないように、ポイントポイントでなるべく墨をつけたポイントがずれていくように、でこうへこんだところにはしっかり隣の行がこう凸凹感がうまくはまるような流れを意識して書いていただくといいと思います。